翼にかける命は1957年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はダグラス・サーク、出演はロック・ハドソン、ロバート・スタック、ドロシー・マローンなど。ウィリアム・フォークナーの1935年の長編小説、標識等を原作としている。1930年代の大恐慌時代。新聞記者のワークは取材で訪れた極芸飛行賞で、 第一次世界大戦の英雄である、撃墜王、ロジャー・シューマンとその一家と出会う。ロジャーは空を飛ぶことに取り憑かれ、そのために家族を犠牲にしている男だが、極限ジャンパーでもあるロジャーの美しい妻ラバーンは、そんな夫を深く愛しながらも複雑な感情を抱いている。ロジャーの親友であり、相棒でもある整備士ジグスは、そんなラバーンを一途に愛し続けている。一方、 ロジャーとラバーンの幼い息子チャックは旅暮らしの孤独の中で周りから本当の父親はロジャーなのかジックスなのかとからかわれている複雑な関係にある彼らを自分のアパートの部屋に泊まらせることにしたバークはラバーンと語り合う中で彼女に惹かれていくロッテントマトズによれば十一件の評論のすべてが高評価で平均点は十点満点中点七五点と なっている。前年1956年の映画、風と共に散るとほぼ同じスタッフキャストである。ありがとうございます。